韓国系アメリカ人は、アメリカ合衆国の市民のうち、朝鮮半島に起源を持つ人々のこと。アジア系アメリカ人の中では、中国系アメリカ人、フィリピン系アメリカ人、インド系アメリカ人、ベトナム系アメリカ人に次いで5番目に大きい、海民族集団である。国籍が大韓民国であるアメリカ在住者は、在米韓国人あるいは、在米居母という、 2010年の米国国勢調査では、韓国系アメリカ人は約170万人で、米国総人口の約0.6%を構成している。米国は、在外韓国人と朝鮮民族が一番多い国であり、中華人民共和国は米国に続き、在外韓国人が2番目に多い国となっている。2010年の韓国系アメリカ人の州ごとの、 人口と総人口に対する比率の上位集は、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ニュージャージー州、バージニア州、テキサス州、ワシントン州、イリノイ州、ジョージア州、メリーランド州、ペンシルベニア州、ハワイ州である。移民の波は1980年代から爆発的に、始まり現在も続いており、年、約2万人近くが移民している。 韓国は現在アメリカ移民の出身国9位であり、北米地域を除くと、インド、中国、フィリピンに次いで多い。冷戦体制の崩壊や韓国の経済成長により、1980年代から1990年代にかけて指定に早期英語教育を受けさせるために移民する教育移民が増加していたが、近年は英語の塾の反乱や経済危機、 家計の不況が続くことから減少している。朝鮮と米国の外交関係は1882年の米朝修行通商条約によって開始され、1903年1月13日には朝鮮からの最初の移民103人がハワイ州に到着した。第一期のハワイ移民は韓国内の米国系キリスト教会によって組織されたため、クリスチャンが多く日系人同様、 大部分はサトウキビ農園で働いた。しかし、1905年に日本が大韓帝国の外交権を掌握すると、米国への移民は規制され、集団移民は停止した。この時期に約7000人がハワイへ移住し、大部分は男性労働者であった。このため、1924年までの間に約1000人の女性が写真花嫁として、米国へ渡航した。 1904年から1907年にかけて約1000人の韓国人がハイからサンフランシスコに渡り移民の波は米本土に広がった。1909年にはサンフランシスコで最初の韓国人政治組織である韓人協会が設立され、後に日本の支配に対する抵抗を訴えるに至った。朝鮮戦争終結から第2期の移民の波が始まる。 1952年の移民国籍法では韓国に対して年間100人の移民枠が割り当てられた。1953年から1963年にかけての第2期の移民は米軍人と結婚した韓国人女性や養子として引き取られた戦争孤児であった。この時期に養子として海を渡った者は約5000人、米国軍人の配偶者の場合は 約6000人と推定されている。ただ、軍人の妻にしても養子にしても最初からアメリカ人の被扶養者として入国するので移民として扱われず正確な統計はつかめない。1965年の米国移民法改正によって韓国移民が米国に入りやすくなった現在までが第3期である。移民法改正後、米国は ベトナム戦争に協力した韓国を同盟国として扱い、比較的大きな移民枠を設けた。1965年の韓国系アメリカ人数は約2.5万人であった。この時期の移民は経済的理由だけでなく、北朝鮮との戦争の危険や国内の軍事独裁政権を避け移民するものも多かった。このため、 韓国人移民は単身労働者ではなく、本国で貯蓄した、ある程度の資金を持って、家族ぐるみで渡航する傾向が見られる。米国各地にコリアタウンが形成され、パパママショップと呼ばれる、低所得者向けの個人商店や、クリーニング屋に従事するものが多い。1965年2.5万人であった、移民人口は1970年には5万人。 1980年には35.7万人、1990年には70万人と膨れ上がった。とりわけ1980年代に約35万人が韓国から米国に渡っている。ロスボードを参照米国に渡った韓国系アメリカ人は競合の少ない黒人街の貧困地域で商売を始めたが黒人を差別し従業員には黒人ではなく ヒスパニック系を雇用し、閉店後は韓国人街へ帰るスタイルから、黒人の地元住民に自分たちを差別しながら自分たちから儲けている連中、とイメージされており、さらにラターシャ・ハーリンズ射殺事件報道が、ロスボウ同時の韓国人商店襲撃へと結びついたと考えられている。両者の間に感情的対立、衝突があったことは、アイスキューブのブラックコリアや、 映画ザエル・エーライオット・スペクタキュラー、あるいはドラマ、ロストなどからも伺える。1992年4月29日に、ロサンゼルスのダウンタウンで起きた暴動において、崩壊や略奪が横行し、5日間で死者55人、負傷者は約2000人、3600件以上の崩壊により1100以上の建物が炎上、または崩壊した。韓国が2200以上の被害件数。 死者一名、総被害額は半分に当たる3億4000万ドルを数えるなど、韓国系商店の占める割合が高かったのは、上記の理由によるものと推察されている。武装強盗に対して、拳銃で自己防衛に出る韓国系住民の映像がテレビ放映されるなど、韓国系アメリカ人の存在は大きく、クローズアップされた。もっとも、暴動の被害者は、 韓国系住民だけではなく、同じく貧困地帯で商売していたヒスパニックやインド系住民も含まれ、加害者側も黒人、ヒスパニックばかりではなく、アジア系の移民も参加していた。逮捕者における割合は黒人30%、ラテン系51%である。米国社会の人種間の圧力が従来の白人 v s 有色人種というお決まりの構図にとどまらず、 有色人種同士の中にも存在することを浮き彫りにする結果となった。詳細は日本海故障問題及び慰安婦の日を参照全米各地で日本海を韓国の主張する東海故障を兵器解消を要求する東海兵器運動や日本軍によって韓国の少女たちが慰安婦として強制連行されたことを主張する慰安婦の石踏み。 慰安不像の設置運動を展開している。また、アメリカ国道6 5線のロサンゼルスから4 0トルあたりに2010年1月25日から2ヶ月間。これは、インダストリーで韓国系アメリカ人の実業家が運営する韓国式サウナが広告主となっている。韓国系アメリカ人の大多数がプロテスタント協会に所属している。そのうち、 約半数が長老派協会、約1、4がメソジスト派協会、残りの約1、4がその他の諸派である。著名な韓国系アメリカ人としては、韓国系アメリカ人として、初めて米国議会に当選した j キム・連邦構想委員裁判官を務めた、ハーバート・チョイ、ダートマス大学学長を務めた医学者で、 第12代世界銀行総裁に就任した、ジム・ヨン・キム、ヘミング・ウェイ賞受賞作家のチャンネリー、e、などが挙げられる。他、韓国歌手としても活躍する、リナ・パーク、俳優のダニエル・ヘニー、リンキン・パークのジョー・ハーニア、ゴルファーのミシェル・イー、アメフト選手のハインズ・ウォード、モデルのシャネル・イマン、プロ野球選手のターメル・スレッチなどが著名。レース・レポーティング・フォーザ・アジアン・ポピュレーション・バイ・セレクテッド。 カッタゴリス、2010。US センサスビューロー、2012年1月17日、閲覧。コリアンピクチャーブライズオブ20センチュリー。www.koreaherald.com。ザ・コリアヘラルド、2019年8月12日、閲覧。アメリカの高速道路に、徳島は、韓国の土地と記された、広告看板。 ロケットニュース242019年6月16日閲覧ありがとうございます。